Everyone, this is Colin's channel. やっぱ珍しいことに風邪をひいてしまってこのタイミングってすごい最悪なんだけど、なんていうんだろう、重い症状、こう熱とかめまいとかそういうのは一日で治ったんですけど、咳とか最近やっと声が出るようになってこんなガサガサの声なんですが、料理系のリクエストが多かったので今回は初めてロールキャベツを作ってみたいと思います。嫌な予感しかないんだけど、今年で20歳になりますし、二十歳といえば結婚、結婚といえば花嫁修行ということで、私の花嫁修行企画だと思ってぜひ見てください。私の夕飯がかかっているので本気で料理します。あんまり手の込んだ料理作ったことないけど、髪の毛縛ってやってきます。イエイ。では早速、ピーマンは一緒に煮るって感じかな。これぐらい、わかんない、適当。じゃがいも、あのね、さっきキャベツを剥がしたんだけど、不器用だから破れまくってちゃんと巻けるのかが不安。どうやってやればいいのかな。乱切りでいっか。もう細っ。なんじゃこりゃ。そのお肉と一緒に合わせる玉ねぎを切ります。玉ねぎは、あー、もったいな。なにこれ、はい、あ、ブーンの。多分 YouTube 上一番粗いみじん切りが出てくると思う。ここからみじん切りめんどくさいもん。一人のために食事を作るってどんだけめんどくさいか大学生になって分かったわ。だからしばらくサボってたんだけど、料理ちゃんとやんなきゃと思って。目にしみる、目が、鼻が、目が、おまえが、目と鼻がみじんになってないところがある。まあいいや、食べるの私だし。 100% natural grass fed Angus ground beef 85% lean 15% fat って、あんまり意味が分かんないけど、とにかくアンタイバイオティクスが入ってないのを探してこちらにしました。合いびきではなく、もうこれはただの牛ですね。1パック 454g だから約半分使います。あとね、手袋とかないから素手になっちゃうんだけど、ごめんね。え、これ合いびき肉？なんかイメージと違うんだけど、だってもっとチリチリしてない？細胞みたいにさ、チリチリしてるイメージがあるんだけど、これ合いびきなのかな。合いびきではないよね、牛だけだから。材料から間違ってたらショックなんだけど、あと塩も。ちょっと本当に肉の種類間違えたかも。わー、恥ずかしい。玉ねぎ加えます。30分ぐらい前に買ったナツメグ。あと胡椒も。卵、ナツメグ入れすぎたかも、匂いがすごい。キャベツを塩入れしました。見ての通りもうボロボロで、アメリカのキャベツってすごい硬いからペリッと剥がそうとしてもバキッていろいろ割れちゃうのね。だから本当に難しかったです。しかもこれはまだマシな方で、他はもっとチンチクリンなキャベツしかないので、もしかしたら 2,3 個ぐらいしか負けないかもしれない。でしかも巻いたことないでしょ。だから本当にもうぶりな気がする。いろいろ絶望的なんだけど、これぐらいかな。とにかく押し込む作戦ですね。あ、意外とでも負けたわ。こんなスケスケ状態でも大丈夫かな。何が正解なの。あ、次は分かった。これをもう2枚にして、この欠けてる部分 に足していく感じで、こうやってやって真ん中に肉を入れるわ。これで、あ、これこう、肉入れすぎ、大丈夫、飛び出てる、飛び出てるわ。でもこんなボロボロのキャベツで一応形にはなります。足りないので、ここはこうやって補ってパッチスタイルでいきます。絶対途中でボロボロ取れちゃいそう。助けて助けてってお肉が言ってます。私はキャベツを巻きたいだけなのに協力してくれない。残りのキャベツがこれだけしかないので、まあミニでいきますわ。JK。 OK, I don't know what I'm doing. ミニロール失敗です。やめときます。こうやってやってロールしようかな。こうやって
使い分けをしない。頭おかしい、やっぱりこれはこれで独特な感じ。これが一番美しいね。綺麗にできたんじゃないかなと思います。詰めるほどの量はないよ。あ、おかしい、こんだけしかないで、お肉こんなに余ってる。お肉は肉団子かなんかにして、とりあえずもう前に進みます。野菜コトコトスープします。シャウエッセン本当は入れたいけど売ってないんで、夢の中で食べます。あ、じゃあなんとなくだけど浸かるぐらいかな。もうちょっとわかんない。コンソメ丸々1個入れます。一応完成です。完成ではないわな。一応準備は整いました。見ての通りいろいろおかしいと思うけど、まあ、味はそんなにおかしくないと思うので、コトコト煮ていきます。美味しそう。約20分間コトコト弱火で煮てました。多分完成なので、これから器に盛り付けます。完成。すごい、意外とできちゃった。横から見るとちょっと怪しいけど、正面から見るとすごい美味しそうだし、スープもそんなにくすんでなくて嬉しいです。楽しみ食べるの。ちなみにこれは次の週リベンジ作ったものなんですが、1回目の方が多分綺麗にできたと思う。こことか横崩れちゃったし、やっぱりキャベツの状態によるのかな。というのが数日前で、咳がすごかったのでその後動画撮らなかったんですけど、無事ロールキャベツ成功しましたロールキャベツすっごい難しそう。不器用だし折り紙もできないし、キャベツなんてロールできないと思ってた私が作れたので、ぜひ皆さんも作ってみてください。いつも料理するときは鶏肉しか使わないので、それをきっかけに牛ひき肉を買うようになって、この間はハンバーグなどを作っちゃいました、調子に乗って。以上で私の花嫁修行動画でした。前回あげたクッキング動画は5日分の食事を作って食べるというもうちょっとまともな動画でしたので、ぜひそちらの方もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録や高評価お願いします。もっと料理動画見たいっていう方も高評価お願いします。 LINE、 Twitter、 Instagram もチェックしてみてください。ではまた、バイバイ。